性の黄色いバンドを右手につけるといいです、うん、ちゃんカレー700円か結構するな買ってみるかご用意しました。あ、じゃあ一つください。一つ、はい、はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。しもこちらから。こちら、はい、おい、ありがとうございます。よいしょ。これがどう？あ、これだけじゃないの？そのレトルトカレーだ。まあでも美味しいね。いいんだ。すごいの収納。狭いな、狭いな。なんか倒れてるし。ちょっと立て直しとくか。スープパスタ作った時のやつか。結構ちっちゃいんだな。ずいぶんちっちゃいな。ちっちゃいな。フェイライト。これはちっちゃいな。これが座ったらぶっ壊れそうだな。600円のピンマット。ピンマットの上に。なんかのやつだね。面白いな。これはあれか、兄ちゃんが使ってたやつだ。モンベルのムーンライトだね。わあ、狭いな。狭い。これで3人用ムーンライトの3型か。ムーンライトの3型だね。Thank you.
せてぶどうか本当にマジで思ってたら垂れますね。この手のやつで一番使いますよ。これ、こういう振りができるの？うん、最大級、おしゃれで緩いキャンプフェス。ゴーアウト、ジャンボリー。石野卓球さん来るんだ。ピエール滝がね、捕まっちゃったからね。なんかいろいろ言われそうだよな。プードル犬みんなプードル犬だな。えらい並んでるな。なんだこれ。食会これで並んでたんだ。並んでる。そう、なにこれ。めっちゃ並んでるんですけど。マジか。マジかよ。めっちゃ並んでるよ。めっちゃ飲んでる。でかい犬だな。2人でちゃんと来てるわ。あ、終わっちゃった。へぇこれはなんだ。厳しいよね。この鹿の角使うっていうのはいいじゃん。重さを当てて商品ゲット。へえ。Thank you.
あれ？もうついてる。映画が。でもこの中に何かなんか入ってる。ニアピー。すごい、やったー。ありがとうございます。これ回るよ。もうだってどうすんだよ。そこの絵は丸で、絵描かない。監視の看板みたいだな。君も地下番長自ら言うと。じゃあ、はいはい、焚き火キャン宣伝してます。あ、焚き火キャン、そうです。これは、はい、これは外で使うやつ、それともテントの中で使うやつですか。今延長の煙突開発してるんで、はい、今は外です。あ、外で使うやつ。はい、結構ガラス面大きいんで、はい、炎の揺らぎがバッて見えるっていうのと、はい、あとはここに火入れてもちろん調理もできますし、これ鉄にホールを加工してるんで、はい、耐熱温度かなり上がるんですよ。ほー。なので通常の薪ストーブよりももっと暖かく、はい、なります。なるほどね。で、上の天板が300度ぐらいまでいくんで、あ、じゃあこの上でもなんか乗せて、はい、調理できますよ。できちゃう。アヒージョ作る、まあ、まあ夜間とか置いてもいいし。はい、そうです。あれ俺欲しい。あと色もオーダーなんですけど、はい、自分の好きな色で組み合わせできるのと、横のロゴもこれプリントじゃなくて焼き付けてるんで、はい、ああ、はい、じゃあ自分のなんか好きなロゴをつけたり、はいはい、言っていただけてれば、まあ、対応することもできるんで、なんかイラストレーターかなんか、あ、今イラストレーターじゃねえか、まあ、いられるもそんなんで作って、はい、送りゃいいのか、はい、あ、サイズもボックスサイズなんで、はい、割とコンパクトですよね。煙突も中に全部入る。これは何ですか、分解して持っていけるんですか。これはこのボックスサイズで、はい、外して、はいはいはい、中に足はもうパタパタっと畳めるんで、あ、じゃあ車にも割と乗せやすいんですね。そうです、四角いんで積載はしやすいかなと。なるほど。あとはまあカバーとかがこういうのにストーブのバッテリー入れて、あ、はい、このまま持ち運びます、ね、あ、なるほどね。こういう感じで、あ、あなかなか珍しいですね。そうですね。へー。ここから空気入れてるんですか。こっちにもあります、ね。
あ、なる両方からね。はいはいはい。かなりこれで吸引力上がるんで。はい。そうですね。燃えもいいです。いろんな色がある。どうぞご覧ください。はい。はい、ありがとうございます。あとで火入れするんで。あ、これでおいくらぐらいなんですか。これで45,000円です。4万5000円か。はい、という感じになります。はい、ありがとうございます。ブルーディスクのトートバッグだね。まあ普通のトートバッグだね。トートバッグ4,000円、テントは高くて買えなくてもこれだったら買えるね。ワンポールテントですね。おお、やっぱりそうだね。このマーク、クマのマーク、ノルディスク。これで何人ぐらい入れるんだろう。結構がっつり下に埋め込んである感じだね。なるほどね。ワンポールテントって使ったことねえんだよね。ああ、こういう風になってんだ。なるほど。こんな感じになるんだ。いいね。テントの高さってやっぱこういうテントいいのかもしれんね。おお、結構高いな。どれぐらいあるんだろう。1メーター、いや、2メーターはあるな。2メーターちょっとぐらいあるのかな。ワンポールテントってやっぱいいかもしんねえな。1人、2人、3人、4人。4人から5人はいけそうだな。まあ5人だとちょっと狭いかな。まあいいや。面白いテントだなぁ。柔らかい。空気入れてあるんだ。空気入れてあるパイプなんだ。へえ。中はどうなってんだ。あ、全室なってんだ。あ、こういう風になってんだ、なんか。へえ、面白いな。ここで空気入れて支柱を作ってるわけね。なるほどね。あ、そうか、そういうことか。それであれだ、これポールとか支柱がないんだ。全部これでできてるんだ。へえ。ってことは軽いのかな。ポールが全くないんだよね。取らせてもらってます。おー、